それじゃあ、私の方から2部として、パソコンですね。パソコンも今日はですね、簡単にウイルスですけどね、まあ、皆さん心配されてる方も多いですよね。でも私記憶にないんですよ。あんまかかったことないんですけどね。そうですか。珍しいですね。よくかかりますよ。私の娘もかかりましてね。はい。まあ、いろんなのがあるんですよ。例えばですね、パッと出て、もう画面がバババババッとこう分裂してるようなやつとかね、ちょっと分かりやすいですけどね、かかったのことすら気がつかないのも結構あるんですね。そうですね。で、今日、まあ、パソコンの中のスパイウェアっていうのをね、ちょっと考えていただきたいと思います。スパイっていうからにはやっぱりこの基本的にスパイ活動したりするんですよ。まず個人情報ですね、メール情報とか、こういうものを盗まれますね、住所とか電話番号、そういう、あとウェブ上っていうか、ウェブっていうのは、インターネット上で、クレジットカードの情報、これ困りますよね。あとパスワード、ID、こういうものを盗み去るっていうのはスパイウェアっていう類になります。あと PC の、使用履歴、どこへアクセスしたとか、どこと対話しているとかね、どことつながったとかいうこともこのスパイウェアの中になりますね。あとね、まあ、一つここで、じゃあどうしたらいいのかっていうことになるんですけどね。そうですよね。簡単に言うとね、基本的にはもうネットにつながっているっていう以上はもう覚悟はいるんですよ。で、僕が見てる限り外人の方が多いですね。盗むのはですか？いやいやいや、うち持ってきて、修理でね、日本人の方は壊した方とか、どうの水かぶったとかなんかあるんですけど、日本人の人ってウイルスが入ったからっていうのは割と少ないんですよ。そうですかね。外人多いです。どうしてですかね。おそらくね、日本国内のサイトっていうのは割と安全なんだと思います。だから海外に行くとやっぱりちょっとこう、サイトですね、その立ち上げてる、ウェブサイトの情報を発信してる側のことですかね。そこが海外っていうのは結構そういうウイルスのようなものが入ってきてるんじゃないかなと。また国内って日本が国内だけじゃあれかも分かりませんけどね、国内の先進的な企業にね、外部からですね、情報をですね、盗み取る連中が減ってるらしいですよね。ついこの間もね、アメリカがだいぶ怒ってましたよね、中国という会社ね。あれはもうちょっとね、国家的にやってますね。あそこまで大掛かりになりますとね、ちょっとこう、防ぐとか防がないとかいう問題じゃないんでね、もう戦略で戦争ですもん。中国とかね、韓国というのはね、盗んでですね、いかにも自分のとこの、発明であるような顔をしてですね、恥を知りませんからね。韓国もすごいですね。あれ、仏壇盗んで、仏壇じゃない、あれね、仏像盗んで返さない。あれはびっくりしましたね。そのように非常差しでね、お菓子のですね、パックとかですね、いろんなものを盗んでね、商売にしてますよ。あそこまで来ると、ね、盗んで正当化するんですからね、これはもともとこっちにあって。柔道ね、本来は韓国が創始したんだとか、剣道もそうだとかね、みんなですね、韓国発祥と言っておりますよね。とりあえずちょっとこう、もっと大きな視野で見るとですね、1個しかないもんで、ね、地球ね、ちょっと宇宙に飛び出してもらうとね、駅の心でね、こちらの、天地じゃないですけどね、天地図を見ていただいてね、外から見るとね、全然どこの土地がどうのこうのとか、どこの仏像がどうのとか、あんまりこれ関係ないと思うんですけどね、だからやっぱり精神的な部分のレベルを上げていかないと、戦争も多分、なくならないですね。ちょっと戻しますけど。ちょっと驚きますね、最近のあれ見てると。どこに正義があるか分かんないですね。
天命によって試合が認められてるというね、その発想が中国にあるんですけどね、彼らはね、そのですね、推しを忘れておりますね。最近のですね、中国や韓国の動きを見てますとね、あと、ごめんなさい、もう話戻りますけど、感染に防ぐ方法としてね、有力な方法が一つあるんですよ。あまり知らないと思うんですよね、皆さんね。私も別にやらないと面倒くさいんですよ、ちょっと。どうやってるかというとですね、Windows に限ってですけどね、XP でも、7でも、Vista でもいいんですけど、8はちょっと私はまだ使ってないので、8はちょっとあまり評判が良くないんですね。またもうちょっと出ないとね、まだ出てそんなに経ってないんで、パソコンのですね、コントロールパネルに行っていただきまして、ユーザーを取得できるんですよね。ユーザーアカウントというところがあります。で通常、アドミニスター、管理人という意味なんですけど、そこで我々がやってたりすることがあります。で、じゃあ、それをどういうふうにするかというと、具体的に言いますと、ちょっと口頭で簡単に、また後でフリップ出しますけどね、パソコン上では。アドミニスターっていうのは管理人です。ですから、インストールしたり、なんか新しい情報をパソコン上にシェアするっていう段階ではアドミニスターがいいんです。管理人っていうことは、いわゆるスルーで容易に通してくれるわけですね。検査があまりないということですね。チェックが甘いって言われます。で、逆にゲストとかっていう設定もあるんですよ。この辺は管理厳しいです。ですから、なんかプリンターをつないだりとか、ネットでつないだりとかするときには、アドミニスター。で、いわゆるさあ、インターネットでちょっといろんなとこ見るよっていうときには、ここで設定を入れて、パスワードを1個入れても、2つ作るといいと思うんです。パスワードを1個入れたものと、入れないもの、それとアドミニスターと、現状3つぐらい置くわけです。で、通常、なんでパスワードを置くかというとですね、立ち上がってきて、バッと来て始めちゃうと、私は何でパソコンを動かしていくかわからないでしょ。アドミニなのか、ゲストなのか。それをはっきりするためには、これパスワード1個入れるところで1回止めるんですね。で、止めない部分の パスワードのところに、制限設定ができるんですよ。パソコンってね、ものすごくいろいろできるようになってます。これ家族で使うとかね、子供に使わすときには、時間の制限もできますよ。セブンだと。それはいいね、何時から何時までですか、ね、それはいいですね。で、つないだやきゃいけないところも設定できるんです。細かいこと今日は言いませんけど、そういうことがパソコンではできるんですね。したがって、さあ今からネットが入るよっていうときには、その、3つのうちのね、パスワードのない方で制限をつけるんです。だから、いわゆるちょっとこう、怪しいところで、ね、ある程度こうパソコンのセキュリティをかけるんですね、そこで。そうすることによって、かなり防げると思います。もちろん、プロバイダーに頼んでメールのチェックとかね、その50円ぐらいすると思うんですよ。メールから引っかかることも多いんですよ。ですから、そういう簡単にやれることをやっておく必要は絶対ありますよね。それと、セキュリティソフトを入れるっていう人も多いですよ。カスペルスキーですとか、バスターとか、とかね、そういういろんなのがあります。僕は使いません。あれ入れるとね、遅くなるんですよ、パソコンが。ですから、もちろん、それ入れたよりは入れない方がいいんですけどね。ちょっと有名な話もあるんですよ。どうやらないですか。ウイルス、バスターやないけどね、ウイルスを駆除するソフトを作ってる会社がウイルスを作ってる。という話があるんですよ。なるほど。商売ですね。それは、これは、有名な話なんですね、結構、で、それを摘発しようとした方が、やっぱクビになりましたね。やっぱスポンサーなんですよね。スポンサーの悪口をかけないって、日本でも同じですからね。そういうこともあります。ですから、すべてね、あれじゃないですけど、今言った方法で大体は防げるはずですね。また分かりにくかったらまた具体的に言いますけど、割と簡単にできます。ちょっとそこでね、パスワード入れなきゃいけなかったり、ユーザーをちょっと指定して作らなきゃいけないんですけど、それでかなり防げるはずです。それいい情報ですね。やってみるといいと思います。
僕はもうね、感染するとすぐセットアップし直したので、でもう死にすることもちょっと重くなったらすぐ入れ直したんです。で、ちょっと外にもう大事な情報は外に置いとけばいいんで、また外に置くっていうクラウドコンピューティングシステムっていうのはまた次回話しますけどね、そういう方法もありますから、今はもうそんな、と思ったらもうすぐ入れ替えるって感じで、はい。いやもうちょっと簡単に今日は。